ヤサマトカのペンチャーだ。ちょっと寂しいね。昔はそれでやってたんだろうがよ。不思議な感じしますね。テイチャーさん、パカーンしたいですか？パカーン、まあやれるもんならなんだって。パカーンするだけですごくかっこいいし、はい、なんなら動画にするとめちゃくちゃ回るっていうね、見たことありますよね。まあ我々同感は6人組でやってるんですけども、まあ、6人いるんだったら1人くらいはちょっとパッカーンできるようになっておいてもらった方がいいかなと思って。あ、それは間違いない、はい、なんなら僕コチャンでこれやろうとしましたから。あ、そうなんだ。ちょっと時間ないし、いずれちゃんと物買ってやろうって思ってたぐらいでしたね。じゃあちょうどよかったですね。なんとあの岡崎市にですね、パッカーンが妙にうまいおじさんがいるということでですね、そのおじさんがですね今回教えてくれるそうなんですね。え、あの超すごい、いやもう本当に超すごい TikToker で、名前がねなんとね、オムライスのプロっていう名前なんですけど、存じております。やっぱすごい先生に習ったらさ、それだけ上達も早いわけじゃん。そうですね、うん、なんで、まあ、今回は教えていただきます。うわ、どうもオムライスのプロです。うわ、本物や、うわ、あの TikTok でよく見てるオムライスのプロさんだ。いつも TikTok で見てます。やめてください。我々もね、昔から結構行かせていただいてたオムライス屋さんの人がなんか勝手に有名になってね、なんか行列なんか作りやがって、行けねえじゃねえかよって。昔みたいにフラッと行きたいけど予約できないから行けないんですよね。で今回はですね、哲也さんどこまで技術上げていただきたいかっていうとですね、まあ最終的にはオムライスのプロに勝っていただくところまで行きたいと思いますね。どうすかね、いけるっすかね。いや絶対無理だって言ってほしいんですけど、年は越すと思います。いやでも何が正解かもわからんじゃん、あれって。まあ100人いたら80人くらいは、いやこっちの方がいいでしょ、そのオムライスプロの作ったオムライスの方がすごいでしょって言うと思うんですけど、20人くらいはいやワンチャンこっちかもなって思うくらい、その迷わせるくらいのレベルまではいけるんじゃないかなと思ったわけですね。まあシンプルにお二人で今からそのパッカンオムライスを作っていただいて、その2つのオムライスをですね、その作ってる様子を知らない3人が見てですね、どっちがプロが作ったオムライスでしょって言って、まあ当たり前ですけど3人ともいやこっちでしょって指さすわけじゃないですか。まあそれはそうだ。そうなったらダメーって、じゃあさん全然ダメだねーって言ってですね、そのオムライスは僕たちが食べちゃいます。おー、食べてくれる。はい、羨ましいですか？まあ最初はね、一旦羨ましいですけど、まあそれを何回も繰り返していくうちに、哲也さんもまあね、もちろん教えてもらいながらなんでだんだん上手くなってくじゃないですか。それをですね、その知らない3人が見てせーのんってやった時に2-1とかになった瞬間もうおしまいです。割れたら OK。 なるほど、もう 3-0 じゃないとプロは負けです。1でも入れば OK。 そうだから本当にそのね、審査する人にオムライスって何ですかっていう人がいたらもう哲也勝ちです。1でいいならワンチャン。え、鼻で割った？あ、はい、やっぱ言うて、まあ、10万食作ってるんで。10万食はすごいレベルが。いや、哲也なんで10万食食ってますよ。ということで今回ね、あのなんとあのね、 TikTok で有名、もう行列ができてなかなか食べられないあのオムライスの材料ここに持ってきていただいたらしいので、なので、まあ、その材料がなくなっちゃったら哲也さんお帰りいただきます。ちなみにどんぐらいのかって聞きますか？いや、なんか僕案内、僕もあんまり聞かんようにしたんですけど、さっきいや30人前持ってきましたからね。うわーすごい。いや、そんだけあったらね、カットしいですね。こっちがどうとかじゃなくて、多分普通にもう持っていけなくなる。じゃあ我々はね、あの向こうの部屋で早くできないかなと思って待ってますんで、はい、あの2つ完成したら呼んでください。いやー、やってやりてー、これ頼むぞ、マジで哲也。え、これできたらすごいってことですよね。いや、すごいでしょ。哲也さん、TikTok 始めていただきます。オムライスバズるんだな。オムライスバズる。まだバズり余地あります、ね、これも。それではプロ師匠、プロ師匠オムプロ師匠、お願いします。お願いします。多分最初に教えてもらっちゃうとね、僕の今の段階が分かんなくなっちゃうんで。確かそうっすね。一回マジな僕の実力だけ腹抱えてみてください。めちゃめちゃ言いたいことあると思いますけど、はい、まあ、ちょっと黙ってます。はい、これっすよね。これっす。はい、しかもこのフライパン。あ、そうなんす。オムプロパンって言うんですけど、オムプロパン。オムプロパンって言います。オムプロパン。はい、そうです。オムライス専用フライパンですね。いや、すごいっすよ、これ。これ卵と、はい、はい、これ僕の卵、油、バター。まあ、これは自由に使ってください。油がこんな状態なのは初めて見た。俺もういいかな。あー、何それ、そういう感じ。あの、シャーかと思ったら、そういう感じね。はい、これ馴染ませて、バターはさすがに今だろ。まあ、こんなもんかな。いいよ。で、あー、いいね。そしたら、いきます、投入で、もし、これよ、これもんよ、これもん。で、周りちょっと剥いで、こうやって、周りこうやって剥いで、
いい感じ、トロトロになりました。こうやってトロトロになったんで、これをヘラ、ここでヘラくるんってやりたい。へっ、あ、いいじゃん、いいじゃん、ちょっと良くないこれ、よっ、あ、え、ちょっとやっ、おこれやってんじゃないですか、これ怖え、これ、これ怖え、あー、お前変な風飲んだって、頑張れ、マジ頑張れ、はーい、できました。あー、なるほど。あ、意外と悪くないじゃないですか、形いいんじゃないですか、これ最初とは思えない。確かに。いや、このフライパンやばいっす。ありがとうございます。半端ない。何も教えられてない僕でもまず一旦ここまでできる。すごいっす。 OK っす。じゃあ僕やりましょう。はい、さあ、オムプロ師匠ので、まずは、うまい、甘い、うわー、1プッシュだ。もうこんだけでいいんですよ。マジ？バターは余熱が大事なんですよ。ほう、はい、で、これ、この、はあ、このパチパチの音が、はあ、これが OK の合図なんですよ。あー、なるほど。はい、パチパチしたらもう OK なんですよね。はい、これで、え、こんだけ？あ、こんだけでいいです、こんだけでいいです。俺めっちゃ多いじゃん、じゃあ。で、まあこれは卵入れますよ、ね、あ、早っ、そんな卵入れちゃいます。うわ、さっくりいった。はい、で、左を左手振ってる、回しながら、はい、右手はこう全体をですね、混ぜる感じですね。やばい、ちょっと、あー、はい、俺よりもめっちゃぐちゃぐちゃだわ。そうそうそう、うわ、さっきはちょっと混ぜが足りなかったですね。なるほど。混ぜがいいと、表面がツルツルになるんですよ。へ、えー、なるほどね。もう滑りが、うわー、すごい、すぐなるんですよ。全然違う。で、下から行くんだ。こう、ここをちょっとこう、うん、ちょっと取ってあげるんですよね。はい、で、ここトントンする。あ、出た、トントン、出た、トントン。今日はトントンちょっと習得してほしいですね。このロゴマーク、うん、ロゴマーク目立ってフライパンをちょっとこういう動きと押してあげる。で、やるとこうやってくるんです、ね。そうなんです。遠心力でこう回ってくれるんですよ。で、ちょっとここで2秒ぐらい。1、2。で、2秒。もうこれでいいです。いきますよ。一、せーので、はい。うわ、トロトロや。見た、今スライムみたいにこうやって動いたの。そうですね、さっきみたいに。さっきのはいいですね、舌を焼く感じですね。はいはい、はい、舌を、もうこれで5秒ぐらいですかね。1、2、3、4、5。はい、これ弱火 で止める。弱火でいってますね。 あと乗せ方っすよね、うん、乗せ方はここにヘラ入れるって、なんか入れ込んで、入れ込んでこここうこう滑らす感じですね。もう滑ってくれるんです。フライパンをどかすんですね。そうです、ね、そうです、そうです。バカ綺麗。これで完成になります。うーわ、すごいわ師匠。ありがとうございます。これはすごいな。とりあえず一つ目のテッサさんのオムライスができたということですね。はい、はい、ということで、審査員の3名をまずお呼びしましょう。審査員の3名の方、お入りください。メンバー関係ないのか。あ、関係ないです。あ、メンバー、そっか。あ、メンバー関係ないの。じゃあそれでは、プロだと思う方のオムライスを指でさせてください。せーの、テッサさん、正解発表お願いします。僕の作ったオムライスはこっちです。だろうな。残念。ありがとうございました、審査員の皆さん。おいおい、1回目だからね。何がおいおいだよ、お前。違う違う、パッカンしてもらわないと。そうだよ。じゃあ戻ってきて、戻ってきて、早く早く、パッカンできる。まだ大丈夫だよ。いらないだろ、お前ら。もうせーの、パッカン。あれ、かおぉ、あー、切りすぎだよ。切りすぎだ。切りすぎだ。一刀両断やん。じゃあ、プロパカは？プロパカ。じゃあ、もっとこうやって持ってたから、いつも。いや、そうね。パカン。おぉ、はい、ではどちらがプロのやつか指差してください。せーの、はい、正解。はい、正解だよ、お前ら。でも、1回目にしたらうまいんじゃないの、これ。ね、意外と形的にはでしょ、上のね。というわけで、じゃあ、ね、これは捨てるわけにはいかないので、そうだ、いただきましょう。くっせー、くっせー、くっせー。違うんじゃないのかな。なんで外れなの。ちょっと待って、おい、外れていたか。持ってんだからな。てつやのやつ、もう全然どうまい。いや、マジ。うん、ちょっと俺も技を知る前に食いたいんだよ。どかうま。すでに横で一回見たから、もう次結構違うと思われますよ。楽しみ。まあこうやって進んでいくわけです。はいはい、哲也さんがどの段階で、うわ、これは迷うぞって言わせられるか楽しみ。任せてください。頼むよ。次から本当動画終わるかもしれないと思って来てください。はい、まあさすがにまだ触りますね。今回も一旦俺先行で行ってみようかな。じゃあちょっとここは一回師匠メンタルで、はい、俺の作りちょっと見といてください。わかりました。どっちかというとこのここを温めることが重要なんですよ。ここの奥のペチですね。奥、うん、そうなんです。ここを結構温めることで綺麗にできるんで、はい、ちょっと手前に手前気味にちょっとやるといいかもしれないですね。
はい、油はよし、もうそれだけでいいっす、ね、こんなもんで、こんだけでいいっす。じゃあちょっとバターも取ってもらって、はい、こんぐらいじゃん。あー、そうですね、それぐらいで全然です。はい、はい、なんで、バター入れたらもう弱火でいいんですかね。わかりました。弱火でやっていきましょう。はい、あ、いいんじゃないですか。はい、はい、バター入れます。はい、いきましょう。で、ちょっと弱火にしましょう。弱火、はい、弱火に少し弱火にしましょう。このもん OK です、OK です。じゃあもう、はい、卵入れていいですね。はい、あ、早っ。逆にこれもう、はいはいはい、あ、これもうダメです。え、早っ、待って、ちょっと卵ついてるから取ろうと思ったらもうダメ。これはもう、はい、熱すぎます。はい、余熱しすぎですね。え、早くない？しすぎると、はい、さっきみたいなあの表面になっちゃいます。え、すぐ火が通っちゃうんで。今の一瞬にそれが起きたんですか？そうなんです。そんな取ってる暇ないっす先生、先言っといてください。あ、ついてると思ってさ、これいい音で、すぐ入れます。あ、すぐ卵、はい、すぐ卵入れます。ほら、入れました。いい音っす。そしたらもう混ぜるっす。これね、左をそうっす、左をそうっす、揺らしながらで、周りから混ぜる感じですね。周りから混ぜる。口の卵を取っていくイメージです。もうちょいです、もうちょいです。もうちょい。じゃあそれぐらいですね。はい、よし、これで OK です。はい、そしたらちょっとヘラに持ち替えて、はい、手前をちょっと浮かしながら、はい、奥に卵を持っていく感じですね。これを手前の卵を、あ、もう普通に折っちゃっていいですか？そう、はい、折っちゃう。奥に折っちゃう感じですね、はい、ここの縁の卵を取ってあげます、うん、奥の縁の卵を、そう取ってあげる、はい、じゃあさっきをトントンいきますよ。はい、出た、トントン。このロゴマークめがけて、ここ、ね、左はこう動かして、オッケーです、オッケーです。あ、これオッケー、はい、これオッケーです。じゃあこれでひっくり返しましょう、はい、奥にヘラを持ってって一番奥にですね、はい、で、一斉のででひっくり返しましょう。お願いします、せーの、えい、おー、来たんじゃない、来たね、来たんじゃない、これいいっすね、いいっすね、テンス。あと3秒ぐらいですよね。3秒、ちょっと下焼いて、はい、1、2、3、これいいんじゃないですか。はい、でもう火消しちゃいます。消しちゃう、はい。で、ここからヘラをこれ、あーと、こうか、そうこう入れて、入れてです、はい。で、ここにスーッと、おー、ちょっと動かないで、お願い。いいんじゃないですか、これ。これいいんじゃないですか、先生。これちょっとやばいっす、負けちゃうかも。なんて。なんて、え、先生。で、これは強ければ強いほど、うん、ちょっと綺麗に焼けるんですよ。何？技見せじゃない。もうスピード勝負でいきます。強火ですよ。うわー、これでもういきますよ。いや、このバカ強火で、うわ、トロトロだ。あ、これもう結構攻めたんすね、僕。結構攻めた、トロトロ攻めたんすね、結構。でも、うん、あ、2秒後、ひっくり返すな。はい、ひっくり返すな。うわー、うわ、なんか色も違う気がするな。うわ、こう滑らすようにですね。できました。ありがとうございます。もう笑っちゃうなんかもう恥ずかしくなってきたわなんだこれ。はい、というわけで2つ目のオムライス、はい、はい、せーの、バッ。おぉ、ちょっと待ってくれ。おぉ、ね、この成長率マジでね、あるあるある、うん、すごい。というわけで審査員の方お入りください。あ、メンツが変わった。あ、メンツ変わった。変わるんかい。まあ、やっぱ見慣れちゃうからね。なるほど、じゃあいきますね。はい、パッカーする人はプロじゃないですからね。はい、お気をつけてね。わあ、うまい、すごいバッカーンだわ。こりゃすごいね、はい、そしてもう一個がソースイート。いきますよ、ソースイート。これスーッと、スーッと、ニコニコはしません。一度歯を入れたらスーッというわけで、じゃあお三方、こっちがプロだろって方を指差してください。せーの、エスさん、答えお願いします。プロこっち。あー、でも見た目成長率半端ない。残念です、さん、いただきましょう。はい、残念ですわ。でもね、まだ全然食べたいんですよ。まだいけますね。うわー、おいしそう。うわ、テスさん、いただきますね。あー、食っちゃって。でも、いや、でも中しっかり、もう、うん、しっかりふわふわになってるよ。いや、中見えてます。うまっ。マジですか、めちゃくちゃうまい。あ、いや、お前いいね。うん、お嬢さん、ごちそうさまでした。ソース、あ、でもいい混ぜ方。こうだ、こうソース、周りもね、周りをソース剥がしながら、剥ぎ取りながら、こう、そう周り巻き込んで、ソース、せーすよ、っ、でも、いい感じ、まあまあまあ、さっきより半熟です。半熟ですね、色がちょっと薄くなりましたね。そう入れ込んで、そこに入れ込んで、滑らす。あー、やばいことだった。先生、この時はどうすれば。この時は、はい、いいですか、ちょっと、はい、
すごいリカバリー力だ。リカバリーちょっとおもらし。あー、漏らした。おもらしですね、今日は。うわ、いいね。はい。うわー、すごい。ありがとうございます。師匠、背中が見えません。いや、もうちょいです。じゃあ、見ちゃうよ。はい。せーので、あれ、あー、やっちゃった。俺とは限らんで。いやいや、えい。おー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 、でもでもでも、あかんわ、これすごい。開いてみたらわからないじゃないか。一番美味しそう。開いて提供しました。うまそう。こちらもいきますね。よっ。うーすげえ。うわー、上。では、袋のオムライス選んでください。せーの、大正解。正解。こぼれてますやんけ。開きは手、よかった。でもめちゃくちゃよくなって、すごいね。開けた後と一緒やん、これ。これだけ見てよ。この動画において唯一ここだけは別にどうでもいいんじゃない。いや、そうそう。もう次行けよっていう。アイキャッチャーなんで次行けよっていう。一応食べてるだけやったら、ね、これ行っちゃうよ、これ。うまくなって店出してくれよ、ウィングタウン近くに。喧嘩売りすぎだろ。テンタテンタテンタ。オムライスや、オムライスや、オムライス、あ、オム、オムライス。オムライス。ごちそうさまでした。え、ごちそうさま。ちょっとね、師匠との差を埋めるというとあれですけど、先行後攻でやってたんですけどね、一回師匠に先行やってもらって、やりましょう。で、僕が出す直前でやれば、ちょっとね、ワンチャン、そうですね、半熟具合がちょっと変わるかもしれないんで、ただ、僕そこ技を見せます。また技？あっちでも開くように頑張りたいなと思います。時間が持つような作り方ですね。そうですね、そこはちょっとやります。緩めで。はい、ちょっと緩めで。で、今回は、そうですね、余熱を計算して、ちょっと緩めでいきます。はい。で、トン。あ、もういっちゃう、すごい。トン、トン。あ、これもうめちゃめちゃ半熟っすよ。はい、うますぎ。はい、オッケーです。うますぎ。もういっちゃう。あ、いいっすね、いいっすね。いい、いい、すぐ、急いで。ちょっと弱めますよ。あ、ありがとうございます。力入れない、力入れない、力入れずにしっかりと周りをこそぎ落としていく。あ、いいっすね、いいっすね。やって、手前がこう、手前から、そう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 。いいっすね、いいっすね、いいっすね。お、お、いいっすよ、いいっすよ。はっ、おわっ、どう？いいっす。うわー、これは一番、これはちょっと今まで一番うまい。いいんじゃないっすか。いいっすよ、これ。しかし師匠、綺麗だな。並べなかったらめっちゃいいのに。ちょっと誤差がね、やっぱ綺麗。お、いいよ、開けていいよ。開けて、せーの、パッ。おー、バカしいよ、パッ。パッカーン。わー、バズっちゃう。バズれ。おー、あ、バズった。この切るのが下手だが、どうだ。はい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 、こんな感じ。ナイスパカン。うん、え、うまそう。そうだね。そしてこちら、うわー、わー、すごい。うわー、すごい。それでは、プロが作ったオムライスだなっていう方を指差してください。せーの、ナイスガイ。ナイスガイ、さすがに。え、まだ騙されないか。いや、惜しいよ。プロはやっぱり外さないんだよ、形。そうだよ、ね、これはね、他のプロが下振れたら楽勝なんだよ。プロがね、リカバリーすんだよ。すごいよ、マジで。ちょっとここリカバリーします。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。本当にお願いします。本当にお願いします。ちょっと真剣、真剣にやるわ、真剣に。あのさ、あっちにさ、普段東海のバディさんをやってるわけではない分の社員さんがいる。はい、まだオムライスの全く見てない人、はい、その人をパッて持ってきた時って結構チャンスだと思う。そうね、一番いい時にずる。あの、自信あったら今回自信あるターンって、あるターン今回自信あるターンっていう、あるターン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 か、あるターンか、今回自信あるターンっていう語尾ターン可愛いよ。オムライス関係ない、肩に乗ってる形容性、語尾ターンめっちゃ可愛いよ。頑張るターン、やってやるターン、やるターン。まだお綺麗に整えて混ぜて、ちょっとここ、うわ、早っ、緩めていきます。ここで、もうすぐすこう、うわー、師匠、失敗することってあるんですか。ほぼない、ほぼないですね。本当に300個に1個とか300個に、そうですね、300個やれば多分1回失敗するんです。うわー、そんだけ食ってもらうか。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。
お、いいっすね。あ、トントンめっちゃうまくなったっすね。来ましたね、これ。あー、開いたー。あー、くっそー、でけえ。もうこれは乗せたオムライスですね。もうパッカンじゃないっす。あれ、あ、今回は自信あるっすよ。うわー、あれ、なんか変わった。あれ、MC 変わってる。なんか、変わりました。せーの、あれ、あれ、なんか、なんで、もうこの場にいたくないそうです。おい、こういう罠があるんだね。ペアってなってるね。バッカしてや。はい、バッカします。一回でもさ、やってもらおうよ。成功だから。あ、確かに。やってもらおう。確かに、最高のパッカーを見せていただいて。うわぁ、よく、やっぱり良さそうです。一瞬で行くんです。一瞬で行ってくださいね。一瞬で。一瞬で。あれ、バッカーを失敗になってんすか。なんだよ。ちょっと。師匠。はい、じゃあ審査員の方、袋の方指差してください。せーの。正解。若干、若干、左右毛が出た。ガチなんですよね。ガチなんですよ。お笑いじゃなくてガチなんですよ。これ来てるな、この反応は。これ来てるよ。やばい。2.5 人前。うん、ありがとうね。ごちそうさま。てめえ。何年生まれじゃこれ。94年です。うわー、なめんなよ。93だとこっちら。若造先に見てやっから。ちょっとやらせていただきます、先輩。あ、俺ちょっとくっつき目じゃないこれ。大丈夫か。くっついてます。ちょっと攻めすぎました。しかも、お、攻めすぎた。お、うますぎだろ。おっと、ちょっと、あ、ちょっとリカバリーしきれなかったですね。これはちょっと本当にあるやつじゃん。ちょっとチャンス。ちょっと本当にあるやつじゃん。チャンス、チャンス。しまった。いや、これ、これ負けるぞ、これは。これ煽っといて、ここなんかこぼれられるとすごい申し訳ない気持ちになるけど。先輩、これ、ん？いけますこれ。なめんなよ、こんな状態のオムライス負けるか俺が。しっかり混ぜて。そう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 。しっかりと混ぜて。ここまではいいよ。火大丈夫？こんなもん？大丈夫大丈夫です。ちょっとやりましょう。こんなもん。いいっすね、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 いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あー、どう？もう一回、もう一回、いいっす、もう一回。いけるかな、これ。うわー、はい。ちょ、先輩、これ。これ、ちょっと。先輩、ちょっとスランプっすか。あー、肌が卵焼きだ。あー、危ない、待って。大丈夫、大丈夫。めちゃくちゃ綺麗やん。バカうまいやん。ちょっとおこぼれしちゃいましょう。いらっしゃい。え？いらっしゃい。まさか。行くぞ。はいはい、せーの。え、ああ、肌荒れ。うまいけどね。うまいけど。うまいけどね。お話できるだけすごいんだけど。肌がね。いやー、ほんとごめんね。ごめんね。ちなみにね、あの、こぼれてる。ほんとだ。ほんとだ。お、ほんとだ。こぼれてる。えったくそ。ちなみにこぼれてる。いきますよ。はい。さあ。あ、うまい。いや、こぼれてないもんね。こぼれてないもんね。おー、いいじゃん。おー、いいじゃん、そのまんぐらい。おー、ぐーっ、ぐーっ、ぐーっ、すごいよ、すごいよね。黒がすくった方を指さしてください。せーの、せーの。はい、帰ってください。本当に、マジで。じゃあ一発挟みます。勉強、勉強。あ、そう、勉強も兼ねてね。一発いってくれ。一発やるか。あのね、これ普段の動画を見てる皆さんね、わからないと思いますけど、編集してるんで、今回ペースめっちゃ…あ、ごめん。オムライスのプロ。いただきます。どういう顔するんだろう、ケツさん。うまいぞ。君の卵だよ。うんまっ。うまっ。ウィンダーのそばにできちゃうよ。できちゃうんですよ。オムライスやるね。彼らの顔を見る限り、ここらで決めないとやばい。ちょっとそうっすね。ほんとビタビタに、めちゃくちゃ親身にアドバイスもらっていいですか。わかりました。リアルタイムで。はい。で、師匠先行で。僕、3先行で。ちょっとヘラは使わずにいきます。え、なんすかそれ。ハンデです。いいのそんな。確かに。手だと、ちょっと僕も結構失敗しますね。ただ、いいんですね。はい。もう自信あるっす。はい。こんな感じですね。で、ここをこう、こうして。うわ、うま。
こう、これむずいよこれ、こっからすぐにこう巻いていく、はい、ここでしっかりとまた形を作ってあげるとさらに切りにくいですね。さっきからここの後も失敗するんだよな。そうですね、ここでこう、こう、うわぁ、こう、こう、あ、でもちょっとヘラ使わないバージョンね、ちょっと、はい、汚くなっちゃいましたね、形が。うわぁ、うわぁ、う、はい、耐えろ耐えろ耐えろ、どうだ、今の諦めておかしくない。あー、なんとか、なんとかなったんですけど、やっぱちょっとね、傷が入っちゃいましたね。いや、ただ、やっぱ亀裂が入ってるっていうのは、見る人が見れば、そうっすね、あ、ちょっとが入ってるってことは、さっきまで見慣れた人だと多分このオム肌でプロやってなるけど、ああそうですね、ここでこの綺麗さで亀裂なければ晴れたってですね、これここだここっすね、ここで巻き取りもうまくいってる、あ、いいっすね、いいっすね、しっかりともっと混ぜます、もっと混ぜます、もっと混ぜます、いいっすね、いいっすね、いいっすよ、いいっすよ、いや、めちゃめちゃ完璧です、ここまで完璧です。で、折りたたんでいきます、折りたたんでいきます、ここ取りますよ、ここ取って、あ、いいっすね、いいっすね、もうちょっとしましょう、もうちょっとした方がいいっす、もうちょっと手前に返して、そうそうそう、こんなもん、はい、3秒ぐらい、1、はい、2、3、どうすか、いいっすよ、多分これで、多分滑ると思います。下にヘラを入れて、ちょっと大きいけどどうでしょう、今までの中では結構いい感じだと思いますけどね、ちょっと広がりましたけど、ちょっと広がった、ちょっとチャンスある、あ、なんか意外となんかチャンスありそうな感じはします、ね、お、哲也くんがいる、一刻も早く、哲也くんがいる、早く早く、え、おー、あ、どうですか、うーん、なるほどね、あ、でも、あ、いや、あ、でも、なんか、なんか、いけるなら今回かもしれない、ちょっと、特別審査員呼んでいてください、なんか、来ました、彼はあのグッズ担当の、ね、はい、はい、脇ではないけど、じゃん、じゃあ今からパッカーンしますんで、こっちがあプロのでしょうっていう方を後で指さしてくださいね。じゃあまずはそちらのオムライスからお願いします。パッカーンさせていただきます。ちなみにパッカーンする人は素人です、はい、はい、勝負ではあるんですけど、まあまあまあ、とはいえこのハンデがあれば TikTok でバズる資格があるということで、あり得る、うん、でも早かったよ、ね、よかったね、早かった早かった、だいぶそうだ、ね、上振れたと思う、7回目、7回目だよね、教えとフライパンはすごい、うん、確かに、あ、やっぱでもフライパンね、どんなフライパン使ってんすか、全然宣伝じゃないんですけど、はい、こんなフライパン、あ、なんだこれ、なんだこれ、オムプロパンって言うんですけど、これはオムライス専用フライパンで、これちっちゃめなんですよ、少ない卵で厚みのある卵っていうんですか、そうなんだ、結構見ましたよコメントで、高えって言われてて、あ、ちょっと言い訳してましたね、それ炎上してるやつ、まあこだわりがあるんだよだからね、いやでこれ、ね、これ本当に僕も欲しかったんで、うん、どうぞこれいただきます、はい、やったやったぜ、マジで普通に使いやすい感動してる、いやでもまた我々も出たりに行きますんで、やるなす、どうもよろしくお願いします、ありがとうございます、お疲れ様でした、よろしくお願いします、ありがとうございます。